黒柳哲子、紅白司会費は赤水晶紹介や、手話の実践、伝えたいことは大きい番組でやるべき、女優の黒柳哲子、89が2日放送の NHK 生放送、紅白歌合戦、お正月スペシャル、5、7.00に VTR 出演し、紅白の裏話を披露した、過去に6度の司会を経験している黒柳、昨年は審査員を務めた、最後のステージ歌唱になった、香山雄三に送った、素晴らしかったです。 若大将。でも、もうこれで終わりなんて残念。もっと歌って欲しかったという赤別の言葉が話題になっていた。司会としての初出場は、1958年の第9回。まだ25歳の時で、当時の番組史上最年少での抜擢だった。普段出てる時は何でもないのに、紅白で NHK ホールに出ると、客席の方から何とも言えないうわーっと、変な風のようなものが押してくるの。 それを跳ね返して、皆さん、〇〇と言わなきゃならないのが、なかなか大変でと、当時を回想。自身の体験から、司会をなさる方や、歌で初めて出る方なんかには、とても親切にしてあげないと、気の毒だと思います。歌詞の人も震えてる人たちもいると、出演者たちへのフォローを大切にするようになったと明かした。番組では、中森明菜が初出場した、83年、第34回での、黒柳と中森のやりとりが紹介された。 歌い終わって、上がっちゃって、と震える中森に、黒柳が、秋名ちゃんでも上がることありますかでも、そんなに膝が痛いのに、我慢して歌ってくださって、震えてるのね。大丈夫ですかと、優しく声をかけた場面。VTR を見た、嵐、桜井翔は、あの一言は、なかなか言えないですね、と感心していた。年に一回の晴れ舞台とあって、出場歌手たちは、特別な衣装を用意することも多い。黒柳は、そこにも注目したという。 ミソラヒバリさんがお衣装の動物の模様があって目にダイヤモンドを入れたんですって。どなたにもお伝えにならなかったようなのでクローズアップになることがなかったと振り返った。その残念な経験談を耳にし自身が司会の際には出場者たちに事前取材したという。私は衣装はここを強調してほしい。折りンと靴の折りンが一緒だったらそういう風にしているとちゃんと見せていただいた方がいいと思った。それで全部の方の衣装を見せていただきました。 どこか強調したいところはありますかって。やっぱりあって、ちゃんと書いて、一応ディレクターに渡しました。そのきめ細やかさに、南海キャンディーズ、山里亮太は、ただでさえやることがたくさんある中で、プラスアルファでと驚きを隠せない様子だった。黒柳は紅白で、ある試みを行ったことがあったという。司会をしているとき、ほんのちょっとだけでも、私が手話をやったら、子供が見ていて、耳の聞こえない人たちは、手で喋るのだということをみんなが分かってくれたら、 どんなにいいだろうと思って。耳の不自由な方が少しでも楽しめるように手話を取り入れようと考えたという。しかし、両手で表現する手話は手にマイクを持った状態にはできないもの。自分一人だけで映る瞬間じゃないとダメなんですよ。あの長い3時間半くらいの間に何もなくてカメラと対面するところって一箇所しかなかったんですよ。そこで黒柳は本番でカメラマンを務める知り合いに耳打ちしておいたという。 その人に、私、やるから頼むねって、その人だけに言っておいたの。本番での連携はバッチリ。スタンドマイクの前で、黒柳が一人の場面で、手話を披露する場面が、大英氏にされた。黒柳の手話は評判だったようで、翌年以降も取り入れることに。何か伝えたいことがあったら、こういう派手な大きい番組でやるべきだと、私は思っているんですねと、持論を口にした。黒柳の体験談に、嵐で司会も担当したことがある桜井も感動。 誤解を恐れずに言うと、司会というセクションは、他と違う、一人で戦わなきゃならない時というのがあったんだなと、カメラマンの方だけに話して、あれをサッとやったという一言で感じましたねと話していた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。